ラルフ・アールは植民地時代のアメリカの画家である。180点以上の肖像画と何点かの風景画を残した。オリバーアビゲール・アラコット・エルスワース。ラルフ・アール後のマサチューセッツ州のシュルーズベリー家、レスターで生まれた。植民地時代のアメリカの職人がそうであったように、独学で絵を学び、1774年までにはコネティカット州のニューヘイブンで肖像画家として、 働くようになっていた。1774年に、レスターに戻り、いとこと結婚し、子供も生まれたが、ニューヘイブンの肖像画家の仕事に戻った。アメリカ独立戦争では、父親は植民地軍の将校になったが、R はロイヤリストの側について、版画家のエイモス・ドゥリトルと共同で、歴史ントンコンコードの戦いのロイヤリストの宣伝のための版画を描いた。 1778年に家族を置いてイギリス将校の従者に変装してイギリスに亡命した。ロンドンではアメリカ生まれの画家ベンジャミン・ウェストの工房で働き、国王や多くの貴族の肖像画を描いた。イングランド東部のノリッチで肖像画家として働いた。アメリカに妻子を残していたが、後にイギリス女性と結婚した。 1785年から1786年にアメリカに戻った。アメリカに戻った後、進学者のティモシード・ドワイトや有力な政治家のケイレブ・ストロング、ロジャー・シャー・マンラーの肖像画を描き、ナイアガラの滝を描いた大作も制作した。私生活では、1786年に借金が返せず、刑務所に入れられたが、刑務所の中でも面会者や友人、 サイム困窮者救済協会の関係者の肖像画を描いた。1801年にコネティカット州のボルトンで亡くなった。飲酒の習慣が死の遠因であったとされている。イギリスで結婚した二度目の妻との間の息子、ラルフ・エリーザー・ホワイトサイド・アールも画家になり、後に大統領、アンドリュー・ジャクソンと親しくなり多くの肖像画を残した。ありがとうございます。